え、こんにちは。黒田和之です。今日もご視聴ありがとうございます。今日は音楽に絶対はないという、こう、まあ、ちょっとタブーな話題かもしれないですけど、ちょっと突っ込んでいきたいなと思います。えー、音楽に絶対はないということですね。音楽は人を幸せにするためにあるべきであってですね。えー、まあ まあもともと音響学だったからパズル性が高いんですけど、でもまあこう、言動的にですね、うん、やっぱり僕もこう YouTube やってるとコメント的に、うーんと思う、やっぱコメントがやっぱたくさんあったりとか、まああんまりたくさんはないですけど、そういうふうに思うなと思うことがあります。えっ、ー、とですね、まあ、 音楽というのは苦しんだ先には大きな気づきがあるのは本当真実なんですけど、まあ苦しむこと主体になってしまっている人も多いかな。そこら辺のお話ですね。えー、理にかなっているだけか美ではない。ここは僕はすごく感じたことが一つあるので,で、時には美しいことが邪魔になることもある。ここはまあ同じチャプターで考えてますが、えー、お話ししていきたいと思います。えー、人は自分の好きな人を重くに肯定する習性があるということでですね。まあこの辺の話をまとめてやっていきたいと思います。それでは始めていきましょう。 まあ僕はですね、音楽と幸せにするためにあるべきだと思って、中学校の時に行ったですね、アマチュアコンサートが本当心地よくてですね、あバンドってすげえ楽しいなと思って。まあ、今聞いたらそんな上手くないバンドだったのかもしれないですけど、なんて、友達が出てたんですよね。すごい楽しくて、もう最初から最後のバンド全部見ても、もっともっと見てたいと思って、本当に音楽は好きだったな。そもそも僕はあの、カセットレコーダーを買ってもらってずっとこう、 ね、あのー、ラジオを録音して、いろんなポピュラーな曲をですね、ずっとこう、聴くと、その時の気持ちがこう癒されるっていうのもあるし、その時の元気になるぞと思ったこの曲聴くといいとか、えー、こういう気持ちになりたいとこの曲聴くっていう音楽ってすごい人の心をね、こういうふうにするじゃないですか。だけど、まあ、よくこう、不要不急だから、 まあ、僕も言われたことあるんですよね。こんな、別に音楽なんてなくて生きていきるんだけど、お前みたいなその仕事するのは、あの、バカなんじゃないみたいなこと言われたことやっぱあるんですよね。何度もね、あるんで。それを結構バネに頑張ってきましたけど、僕でも心理学とか勉強をしたんで、その時にすごく良かったのは、やっぱり人間って不要不急のものっていうのは生活には必要だけど、人間人生の目的っていうのはやっぱ不要不急のものだけではダメなんですよね。まあ、もちろん不要不急のものを制作するっていうのに夢を。 ね、こう追いかける人もいると思うんですけど、そうじゃないものっていうのはね、世の中はそうじゃないですか、やっぱりこう、えー、コンサートを見るためだけに生きてるっていう、ね、本当にそれが人生の中心になってる人もいれば、ね,えー、ね、旅行行ったりとか、映画見たりとか、なんかそういうこう、全部不要不急でしょでもそういったものがやっぱあって、心がこう、自分の心がこう、ね、人間ってやっぱりその、なんていうんですかね、お金とかその食べ物とかそういうものだけがあると、やっぱりこう、 自殺率高くなるんですよ。だから、やっぱりね、こう、なんかよくそういうお話聞くんですけど、映画館、映画をやってない映画館にいるみたいな感じはするんですって。だからやっぱりなんか自分がこう、何かこう、大事にしてるものっていうものをやっぱりこう、なんていうのか、こう、追いかけるとか、そういうようなものがなきゃいけなくて、そういう意味では音楽ってすごい大きいなものだと思うんですよ。まあ、フランクルのね、夜と昼とか、やっぱり見たときやっぱり歌を歌って、 やっぱりその場は仕事人、ね、鼻歌を歌ってしのぐ人とかもやっぱりいるし、そういう時ほどね、音楽って大事なんじゃないかなと思ったりします。でね、音楽ってやっていくとですね、苦しめられるんですよ。できないからね。でもやっぱり癒してくれるのもやっぱ音楽だし、で、その、苦しいなと思った先にはやっぱ大きな気づきがあるんで、やっぱりその、頑張ればいいんですけど、ただ、まあ、苦しいことだけが主体になるのは、まあまま良くないと僕は思うんですよ。だから、 やっぱ楽しみながら、やっぱ音楽って楽しむって書くじゃないですか。で、ここの話は、音楽は音響学だった。ね。で、ピタゴラスが作った音響学、ピタゴラスっていう人がもう、紀元前にですよ、こういうこう、音を混ぜるっていうか、こう、倍音とかそういうこう、要はオクターブとかそういうものを作るわけですよ。でじゅ、音を12に分割するっていうのを数学で、要は解明するんですけど、僕はぴったり12じゃないとか面白いとこなんですけど、まあ、12になるっていうのが、まあ、近似値で作られるわけなんですが、で、 音は、学士っていうのが来たからもので、えー、楽しむという意味ではなかったっていうね、こう、楽団とかあるけど、そういう、そういう学士っていう意味で、楽しむっていう意味はないっていう、いうまあ、文章表とかもあるんですけど、まあ、ジャズやクラシックとか数学的要素がやっぱ強いんですね。やっぱこう、構築していくために、こう、音をこう、積み上げていって、こう感じるからこうしてこうしてこうしてみたいなのね、やっぱあるんで、やっぱどうしてもこうね、うんちくになっちゃうんですよ。でもやっぱりね、 音を楽しむのがいいよねって僕は思うんですね。だからこう、やっぱりこう、なんていうかな、こう、同じことの繰り返しじゃなくて、やっぱ構築されていく、こうなんていうの、まるで物語を見てるような映画、映画を見てるような。 こう、そういう、こう、美しいところの、こう、中に入っていきたいって思う時もあるけど、やっぱりこう、ただただ繰り返しを一緒に鼻歌で歌って楽しい時もあるからね。じゃあ自分の気分によってもやっぱ使い分けしたいと思うし、ういろんな音楽、本当にポップスも大好きだし、なんかこう、みんなで歌う童謡とかも大好きだし、なんかこう、音楽ってみんなそれぞれの良さがあると思ってるんで、 で、その、どっちがやっぱり弾いてると。やっぱり演奏するのが難しいのはどっちって言われたこっちでは難しいんだけど。だけど、それが、じゃあ難しいからいいのかっていうわけではないんだよね,ね。ただでもどうしてもジャズとかクラシックの場合は、ナンプレが解けた。だから褒めてほしい。みたいな。 こういうの分はあるんですよ。僕にもやっぱあります、ね。こんな難しい曲が、やったーできたー褒めてちょうだいっていうのはあるんで、やっぱりその、そういう意味はね。だから、あん,まあんな簡単な曲やって,てでも簡単な曲ってまた余計難しい。それでこう、人の心をこうグッと刺そうと思うと、やっぱり音色とかね、やっぱり歌い回しとか、やっぱりものすごい大事なんで、まあ、平易なものが逆に難しいって僕は思いますね。昔ね、あの、ハービー・ハンコックがバークリーの生徒たちと一緒にコラボしたことが バーグリーの生徒たちね、中学生ぐらいなんだけど、めちゃくちゃうまく、伝表してるわけで、ものすごいうまいんだけど、じゃあ、ハービーがなんか一緒にやろうって言った時に、要は、カンタルパイラーの弾いたんですよ。つったら何もできない。要は、つまりこう、難しい、こう、ね、こういう、ヘアピンカーブみたいな取り抜けるのはうまいんだけど、平易な道にヒューって行くだけで、美しくこう、走るっていうのはやっぱできないんだな、まだ。やっぱり、そこら辺がやっぱりもう、もう、ハービーはもうめちゃくちゃあんな、 単純な曲でめちゃくちゃかっこいいことやるんだけど、彼らはなんかこう、もう逆になんか子供みたい、うん、本当に子供みたいになっちゃって。さっきまですごいことやってたそうう。やっぱりそういうのはあるんですね。だから難しいからすごいわけではないんだと僕は思うんですね。で苦しんださっきさっきもちょっと言いましたけど、音楽で僕は泣いたことがやっぱ何度も何度もありますね。うまくできなくてで、苦しんだ後にやっぱ大きな気づきがあって。 で、やっぱそのためにやっぱ泣いたりするわけだし、本気で取り組んだから、やっぱりその大きな壁を取り抜けた時に、普通の人じゃ見えないような、こう、音の楽しみ方ができてるって、本当に思うんですよ。でそれはやっぱりそれ、まあ、うん。ただこ、こ苦しむことが主体になるべきではないなって、それ、やっぱり見てるとね、やっぱアマチュアの人とかでね、苦しむことが主体になってるみたいな。か苦しんでなんぼ、みたいな感じになってるんで、もっと楽しんだらいいのになって思う時はやっぱありますね。 はい。二にかなってるだけがビデオないっていうことですね。これはですね、僕がもう本当に、この、この映画、天使がくれた時が、これ、ニコラスケージが出てるんですけど、あのー、なんか、えー、彼女と別れて、えー、まあ、10年後、自分は大金持ちになる。要は自分は彼女を捨てて、おまあ、会社に没頭するわけですよ。そしたら、すべてを持ってると思ってるんだけど、まあ、その、 ひょんなことから、こう、天使と出会って、で、その天使になんかこう、欲しいものないのかって、僕は全部持ってるって言ったら、うん、お前は、なんか、本当にそうなのか本当にお前が持ってないもの見せてやるって、ふって気がついたらですね。そしたら、こう、10年前に戻って彼女と結婚した程度自分がいる。そうすると、そんなお金もなくて、でもまあ子供もいて、家ちゃんと自分の持街へ持ってで、それはそれで彼女、嫁さんはすごく、ね、こう、 幸せだなと思ってるんだけど、彼はそれは失敗の人生だと思うわけですよ。で、ずっとやっていくんですけど。で、いろんなことに気づいて彼は、その本当の自分が持ってないものっていうのに気づくっていう映画、すごい映画なんですけど、その映画の中でですね、こう、ビデオテープを見るシーンがあって、で、そのビデオテープを見てるときにね、で、こう、まあ、こう、 隣の奥さんは自分のこと好きで、こうなんかその前からずっと好きで狙ってて、みたいな、なんかこういろんなこう人間模様をずんまいてるんですけど、ただただ彼は自分の奥さんが大好きで、自分の奥さんに、こうララミンズ・アラビューって曲を歌うんですけど、すっごい下手くそなんですよ。下手くそでピアノもなんかこう友達が弾くんから、まあそこそこ上手いんだけど、まあアマチュアなピアノを弾いて、でみんなでこうやって歌って、で奥さんが、その歌があなたが歌ってくれる歌い,いっていう。 その歌に、こう、ものすごい、こう、ちょっと、ちょっと音痴で、ちょっと、調子パズルな歌を歌ってる彼が、こう、ラララミザーラビューっていう奥さんに言ってるところに、こう、弦楽器がブワーっと入ってきて、進歩になるんですけど、それのシーンがすごい好きで、うわって僕泣いちゃった覚えがあったんで、このメインの歌って上手すぎると全然これ泣けないんですよね。だからこう、ミニかなってるんじゃなくて、なんかこう、人の心だと思うんですよ。なので、その時に、こう、 うまいことが邪魔になることもやっぱあったりするんで、だからこう、う,たう,ま,うまければいいってものでも僕はないと思うんですね。昔、昔ですよ。昔彼女とですね、演劇を見に行ったことが随分昔の彼女ですけど、演劇を見に行った時にね、で、僕の,あの知り合いの人が出てたんで行ったんですけど、すごい下手くそだったんですよね。演劇がね、あのー、みんな棒を読みだし、だけど、中にちょっとイケメン君がいたりとかして、みんなキャーキャー言っててですね、 で、その、まあ、ちょっと、まあ、女性の方もですね、ちょっとこう、オタクっぽい、あの、女の子たちも多くて、でその、女の子をちょっと見に行った時に、その子はま、演劇をやってた子なんで、で、僕の知り合いがいるから見に、一緒に見に行こうやって連れて行ったんですけど、そしたらありがとうって言ってくれたんですね。ごめんねって言ったんだけど、ありがとうってすっごい面白かった。あの、演技自体は別に学ぶことはま、申し訳ないけど、ないんだけど、この空間を作ってる子の方すごいな。で、お客さんもあの席で。 この子たちっていうのは、多分、この居場所がいい。これ、うま、演技がうますぎると彼女たちは居心地が悪くなるんだ。彼女たちのピンポイントをついてるんだ。だからすごい満席だし、すごいやっぱちゃんとファンもいるし、このくらいの人のだったら自分たちも手が届く。ちょっとイケメンだし、みたいな。だからもうキャーキャー言ってられる、みたいな。だからもう本当に有名な人の、一流の人の演劇見に行ったら、キャーキャーも言えない子たちなんだよ。だから、 それぞれの場所があって、この居場所を作ってる彼らは一生懸命やってるし、すごく良かったよって言われたことがあってあ、すげえな、そんな視点があるんだと思った時ちょっと感動した。だから、これが変にうまいと、しらけちゃうんじゃないっていう話をされたことがあって、ああ、って思ったことがあるんですね。だから、だから、小さい子がですね、アンパンも聞いてて取り上げて、このね、 ブラントリストの曲、こう難しい高校曲聴かせても、じゃあ理解できるだろうかって話なんですよ。だから、アンパンマンを自分から卒業しないと、次に行けないし、アンパンマンまままのまま、まあこう、人生終わっちゃう人もいるかもしれないね。でもう、もう、大人になっても、5、60を過ぎてもアンパンマン聴いてる人いるかもしれない。でも、それはそれでいいんじゃないみたいな。その人はそれが楽しいんだから。その、聴く許容ね、許容量っていうのもあるし、 難しい曲を聴くことに対して苦痛を感じる人っていうのもいるかもしれないし。だから、なんかこう、なんかいいのないですかって言った時に自分が教えてあげるのはいいと思うけど、取り上げるっていうのはすごく良くないと思うんですね。これ、このね、言動僕はできるだけしないように、僕は大学にいるんで、どっちがいいとかじゃなくて、僕はこっちが好きだけど、これはある。僕もやっぱこだわってるからね。やっぱこう,、うん、こういうの苦手だなって思うのがやっぱりいっぱいある、あるっすよ。やっぱ、あの、聞いてて、やっぱ、うん、まあ、 楽しい,いとこも見つけれるし、うん、でも長い時間弾くの辛いなって思うようなものもある、あるけど、でもそれは自分であって、その人に共有するものではない。この人がいいと思ってたら、あ、いいよね、こういうとこいいよねっていうふうに言ってあげるように気をつけてますね。だから絶対この、これはジャズじゃないとか、これはクラシックじゃないとか、これは音楽じゃないとか、そういう言葉は僕は良くないと思うんですね。それぞれがいいと思う音楽はやっぱ違うので、まあ、そういうふうに、えー、心がけて、 言動にはすごく気をつけているつもりです。ただでもね、人間だからね、間違っちゃって、うん、こんなのっていう時もあっちゃったりするんですよね。まあ、気を許してる人には特に言っちゃったりする。だこれ以外は音楽ではないっていう。ね、人間ってやっぱ心理学で勉強すると、自分の好きなもの、人、自分の好きな人っていうのを盲目的に肯定する習性っていうのがあるんですよ。好きだからね。だから、この人が全てみたいな。だからまあ、よくこう、このドラマ以外はドラマじゃないとか。 この音楽以外はもう音楽じゃないみたいなこと言う人いっぱいいるんですけど、それはまあそう思うのは全然いいと思うんですよ。自分の考えとしてはもう全然正解だと思うんですよね。でもそれずっとそうかもしれないし、もしかしたらもっといいのがの見つけれるかもしれないしね。だからそういうのをこう他人に強要するっていうのは、これがもうルールだと僕は思ってるんですね。だから強要されたら、それは、あ、この人はそういうこう、こういうことがよく、ルールが分かってない人なんだなと思って、 まあこれは、言うことをやめなさいと言ってるよりかは、こうやってよく言われてる人がよくいて、傷つく人が結構いるんですよ。こういうの好きだったらこんなの音楽じゃないって言われたりとかして、傷つく人がいるからね。そういう人は、まあこの人がルールを守れてないだけだと思ってくださいよと、そっちが僕ちょっと言いたいってことですね。 で、その中、なぜ自分がいいと思うかを語って相手に興味を出せるのはとてもいいと思います。それは本当に僕はそう思います。なんでかって、で興味を持ってくれるんだったら、俺はこういうの好きなんだけどどう思うって聞いて、あ,あ、いいと思います。なんでいいと思うとか僕はこういうとこがいいと思うよって,って、あ、それは面白いですねって聞いてくれたら最高じゃないですか。か僕もジャズ講座とかやってるけど、なんで僕がこのジャズが好きかあったら、みたいな。僕がすごい好きだなと思うのをあげるってなって、アンケートを取ると大体点数低いんですよ。で、 まあ、要は、当たり障りのないような、要は有名なやつ、エンターテインメントの強いやつを見せて、やっぱりみんな、高い点数つけるんですけど、でも、中間のやつってのは、やっぱ、まあ、中かず飛ばすって言ったら悪いですけど、中間のやつは大体中間なんですね。で、どっちかに、極端に振るやつどっちかですね。5が多いやつっていうのは、ね、5が最高だとすると、1が多くなるんですよ。だから、すごく好き嫌いが激しく、要は個性が強い。 ですね。で、個性があんまないやつっていうのは3とかあたりでこう落ち着くって形なんですよね。これ面白いですよね。本当にそういうふうに。いつもアンケートを取ってるんですけど、あ本当にそういうふうになるなって感じですね。だから、僕だけがこの音楽の傘を知ってるから、君たちはどうせ分かってないんだ、みたいな感じの言い方をする人結構いるんですけど、音楽で人を傷つけてしまうんでね。あの、もったいないと思うんですよね。楽しんで聴いてるはずなのに、それでこう、なんかこう、まあ、語るのはいいと思うんですけど、 だからそこら辺ですよね。でに語られてこれで傷ついてる人何のを見てるのいやいやいや、君がそれがいいと思うんだかそれはそれでいいんだよ。みたいな。そこはそれでいいんですよ。みたいな感じですね。だから、こう、いや、音楽って深いし、そこを君が見れるのはすごいことなんだけど、だからって言って他人がそれができないことはどうでもいいじゃないですか。みたいなね。だから、いいとこの、あの、共用共、共通部分だけ見て楽しめばいいと思うし、共通部分はなければ、その音楽の話しなきゃいいと思うし、みたいな。 ね、他の話する漫画の話とかね、映画の話とかね、他の話すればいいじゃないですか。って僕は思います。いろんな音楽があって、いろんな好きがある人間だもの、密造って形ですけど、えー、これ、これ著作権大丈夫かなえー、という感じで、えー、締めてみましたけど、あえてこういうお話をしてみました。えー、音楽ね、やっぱり音楽にぶち当たるとやっぱり傷つくこともいっぱいあるんで、えー、でもまあ、僕はまあ、そんなもんだなと思って、 まあ、あの、共用する気持ちもわかるし、自分は若い頃とかね、こんなの音楽じゃないとかよく言ってましたからね、結構ね、ケンケンしてたんですよ。えー、だからこそ、まあ、やってれるんですけどね。で、今はなんかこう、いろいろですよね。まあ、もう本当に、あ、こういうとこすごい、いいなとかね。 人間いろいろ、やっぱり長く演奏してる人ってやっぱなんか突き詰めてるんで、自分にはないものをいっぱい持ってるから、すげえなぁと思うし、最近の若い子みんなうめえなぁとか思いますね。自分20代も全然できなかったなぁと思うこといっぱいあるんですけどね。本当にすごい子たち。若いちっちゃいね、ドラマの子、ちっちゃ女の子。すっげえうまいですよね。本当にね。ああ、でも本当にいいことですよね。そうやっていろんな人が出てきてね。あの、音楽をみんなが好きになってくれるって本当にいいことだと思います。僕は結構ね、あの、自分が演奏するのも好きなんですけど、 いい音楽見に行くの好きなんですよ。なんで、あの、いいドラ,ドラマ、いいミュージシャンがいっぱい出てくるの本当にいいなと思ってるんで。だからこうやってね、あの、無料ですけど、まあ、有料の部分もあるんですけど、えー、無料で、もう、自分の考え方とか自分のやつを知ってほしいなと思って、まあ、こうやって YouTube 上げてるわけですので、えー、どんどん活用していただければと思います。本日は以上になります。今日も最後までご視聴ありがとうございました。今日も最後までご視聴ありがとうございました。 今日の動画があなたにとって面白いなとかためになったなと思われる方はいいねボタンを押してくださいチャンネル登録の方もよろしくお願いします私のメールマガジンがありますので詳細の欄から URL がありますからそちらで紹介ページの方でぜひメールマガジンのご検討ください毎日僕からメールが届きますジャズドラムのこととかジャズの歴史のこととか心理学のことについて毎日動画とその解説をお送りしますのでよろしくお願いします 三大特典もついておりますのでぜひご検討くださいそれでは今日は最後までご視聴ありがとうございました黒田和之チャンネルでした